YouTube をご覧の皆様、ボンジョールのヒゲゲームズへようこそ。ネジマチです。はい、今日はね、劇究極のグリトラに、自陣無課金、分散編成でやってみたいと思います。反射が、2体、貫通が2体。という編成ですね。よいしょ。ここの特徴は、雑魚、弱点の向かい合ってる雑魚を2体同時に倒していくと。同時に倒さないとこういう感じで蘇生されてしまうんですね。はい。こんな感じで弱点を、直殴りがね、倍率かかっていて、かなり入りますね。友情は、まあ、そこまで出ないですね。はい。編成改めて紹介します。つくよみゼロ。それから、進化の滝連太郎と、モユルの進化と、フレンド枠は、神川ザズリですね、はい。今みたいにゲージ切っておくと、ここで入れ番しても、このブロックの中でね、また暴れてくれるんで、反射タイプはゲージ切っちゃってもいいかもしれない。アザゼルがね、結構強い。こんな感じで1往復で倒しちゃうんで。厄介なのはね、下の犬なんですよね、ここは。うまく入っていかないと。あ、入れない。ここの処理がね、結構めんどくさいんですよ。で、周りに寄っちゃうと、攻撃力ダウンを食らっちゃうんで、そうするとまた処理にね、より時間がかかるという感じですね。まあ、とりあえず上を倒してから、って感じかな。うん。獣雑魚はね、白爆発しないので。他の雑魚はね、左の数字で白爆が来ます。それがね、結構痛いんで。よいしょ。はい。突破です。ここも、ずっとそうですね。ずっとこんな感じで、向かい合ってる、弱点が向かい合ってる雑魚を倒していく。ダメージオールないキャラはね、ちょっと気をつけてもらって。うん、あ、残った。あー、大丈夫か。よかった。いい位置に燃え上げてくれた。ここは多分無理していかなくてもいいかな。まあ、一回倒しきれなくてもね、いいので。うん。はい。あ、倒した。確かです。つくよみゼロの友情がやっぱね、いいですね。友情入らないですけど、結構入るじゃ入るのか。うん、おぉ、いいね、クリティカル。クリティカル持ちが強いですね。これ、さっきレンタロウも、モユルもクリティカル持ちだったと思います、確か。一応見とこうかな。そうです。あ、友情コンボクリティカルか。クリティカルだね。ユープはまあどうだろう、あんまり、そこまで、あ、マッチした。ね、あんまり左に寄るとね、ちょっとレンタルを下げておきたいかな。ここにね、犬出てくるんですよ。あ、いい感じ。あ、ちょっと当たってたかな。ギリセーフかな。挟まってれば、いいんだけど。あ、大丈夫だね。ちょうどよかった、ちょうどよかった。よし。そしたら、あー、てかもういっか。倒しに行っちゃうか。ダメージオールがね、めんどくさいんで、犬はなるべく早く処理したいんですよ。おー、ミスった。まあいいでしょう。配置が悪いとね、結構、あっという間に白バック食らっちゃうんで。やばいなって時は片方だけでも倒しとくと、とりあえず一安心。そこに入られちゃうとね、辛いよね。さすがに、まあハート出たから行くわ。よし。はい、OK。総裁ですね。
下が白バック来るんで、どれぐらいダメージ出るかちょっと見てもらって。あ、倒せたか。さっき全然ね、見ようかと思うと倒しちゃうっていう。アザゼル強いですよ、かなり。ただここはね、横のブロックの上に乗せ、貫通タイプを乗せておくと、ループヒットが狙えるんで、余裕があるときは、そんな感じでやると思うんだと思います。スクミゼロの位置がいいね。はい。今のレーザー結構危ないですね。次で突破かな。よいしょ。スクヨミゼロね、強いんだけど、ゲージが早いんですよ。スクヨミと同様で。まあ別に今 S ランク狙わないっていうんであれば、ゆっくりゲージ合わせてね、やっていくのもありなんで。はい。注意するのはこの犬、こういう感じで上にいる時の犬ね、すごく倒しにくいんで、こう、今みたいに入れ歯にしちゃうと倒せないんですよ。やっぱり。とてもやっぱりです。右から行こうか。右にみんな集まってるなと。明日倒せなかったか。まあ、朝ゼロでいけるでしょう。オッケー。で、できればスクエアゼロで犬を倒したい。あー、足りない。足りないんだよね。こういうことが起きるんです。さあ、次、白バック来るから、SS スルッと下に行こう。ナイスー。よし。やつさえ倒しておけばね、もうそんなに問題ない。まあ、この動画ね、ぐだってますけど、それでも全然、うん。大丈夫そうでしょ。いけそうな感じの見えるでしょ。よいしょ。こんな感じでブロックを乗せとくと、あとあとなんですね。入ってちゃうと動かしちゃうんでね。ゆっくりか。ゆっくりでも爆発持ちはいないからね。はい。そろそろターンスやばくなってきて。まあ、これ即死ではないので、大丈夫ですよ。安心してもらって。一回食らってるとこ見てもいいけど、回復するのめんどくさいんで、倒しちゃいますよ。はい。ラストゲージ。無課金だとね、結構こういう風にグラると、スピクリがね、危ういかもしれない。うん。まあ、配置はいいですね。はい。さっきレンタルこれ入れるかな？ちょっと怪しいかな？狙ってみましょうか。入れ歯しそうなんでね。お、入れた。あ、もう完璧だね。こうなるとね、もうほとんど。最寄りの配置もいいし、これも SS って雑魚処理しちゃいます。はい、OK。ちょっと危なかったな。引っ張り方がちょっと上向いてた。はい、アザゼル、これ。あんまりね、まあ、いっから血を打つか。ループヒットしてた方がいいかもしれないけど。ヒット数そんな稼げないから、そこまでこの SS 強くないですね。弱っ。全然弱い。そこまでどころか、打たない方が良かったね。ループヒットで十分です。まあ、打つなというところが見せられたと思ってください。はい。よし。立て替えしましょうかね。うん。まあ、今回も激究極とはいえ、難易度がそんなに高くないんじゃないかなとは思います。あ、ギリギリスピクリだね。はい。こんな感じです。
はい、参考になったかな、ちょっと下ったりもしたんで、まあでも、多少下っても勝てますよという動画にはなったんじゃないでしょうか。はい、というわけで、劇究極ブリトラ、自陣無課金運算編成でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、チャオー。